はいどうも、妖怪チップニプニ、今回もやっていきます。元気ドリンクで2日目。はい、フレンドさんのね心地かな、レベル3を半分以下のね削りたけど倒しきってゲットですね。久々の緑の画面倒しきってゲット。はい、またね、フレンドさんの肩をね丸々とじゃねえな、半分以上の削りでやっぱりね倒しきってゲットですね。倒しきってゲット。はい、最近ね、気づいたんですけど、自分のやつをね、自分の肩を丸々と倒す、そう丸々と倒すはね結構いいですね。自分のやつでも倒しきると良い感じで、はい、倒しきってゲット。はい、フレンドさんのねゴクオロチの方のお助けをして、ゲットです。半分以下のね削りでした。ゴクオロチで今回落ちるな、当然だけじゃ、当然ちゃ当然なんだけどね。はい、倒してもらってゲットか、フレンドさんのねゴクオロチ倒したどっちかが引っかかってゲットですかね。はいはい、フレンドさんのね肩を倒しきってゲットですね。丸々と倒しきってゲット。今回はね3赤使ったゴルフね、プニットショット無課金攻略、2日目がね入りましたんで、やっぱりねプニットショットは元気ドリンク落ちるなというところで、まあちょっとねその報告と、まあ今後のね進め方もちょっと話していきたいかなと思います。一応ねまずはちょっと進捗から話しさせていただきます。で一応ね元気ドリンクドロップとかいろんなね進捗とかの進捗はコメント欄のねトップに毎回ね貼り付けてあるんで、よかったらね参考にしてみてください。一応ねあの7周年コイン G ね回したんですが、5までねいけましたね。5になると、あ5じゃねえか、今回無料配布だったんでね、はい、 G が回しましたね。で一応進捗は肩体34の、まだねちょっと進捗から話させていただいて、その後ねどんな感じかっていうのをちょっと話します。で5コロチ5回でまだね交換なしで、今回ねログインボーナスで元気ドリンクが入ったんで、まあ、9個交換と1個ログインボーナスでね、ドロップなしでは一応10個あるので、10個プラスアルファのドロップをしたいなって感じかな。2個目、あ、これログインボーナスかな。はい。一応3個かな。はい。まあ大体3個くらいかな。うん。まあ、落ちまくりと言いながらも、まあ堅実な、あれですね。5個ドロップで1個はね、ログインボーナスって感じですね。はい。じゃあ2番目のアカウントをお見せします。はい、これ2番目のアカウントで、現在ね、肩に26回の、オロチャ5回ですね。元気ドリンクこっちではまだ交換してなくて、ワイプボーガンの方してなくて、3個ドロップでよいしょ4個目。 あと G がね、なんだっけ、極武士にゃん、あ違った、天聖レジェンドゲットしたのかな。それで、なんかもらいました。天聖レジェンド何体目とかじゃないかな。あ、結構落ちてるね。はい。という感じで、ログインボーナス1個あるんで、6個ね、ドロップになりますね。5個6個で2桁ね、いってますね。はい。じゃあ、3番目いきます。一応まだね、特攻なしです。はい。これ3番目のアカウントで、片谷27回の、元気ドリンクね、4個ドロップですね。で、オロチャ5回だね。で1個2個、あこれログインボーナスかな。あれ2個か、あれ、ういあこんなもんか。じゃあ5個ドロップですね。5、5、6、5、16個か。まあでも16個2日目で16個だから、まだ100個ペースいってるかな。はい、そんな感じのドロップですね。じゃあちょっとメインアカ戻ります。まあまあ進んでんな。はい。メイアカ戻ってきたんですが、5個、6個、5個。なんで16個ね。2日でまあ、8個平均かな。1日ね。はい。ドロップしてますね。まだ一応交換とかはしてないので、一応ね、ログインボーナスは抜いて、16個ドロップという感じですね。はい。まあ、昨日の動画でも話したんですが、このゴルフプニットショットは前回、ヨーマジンの時が102個で、
その前のその前のなんかが忘れちゃった、なんだっけ、ウルトラマンか仮面ライダー、ウルトラマンの方かな、その時が仮面ライダーの方だったっけ、101個ドロップしてて、毎回ね、一応過去2回このプニチョちょっとゴルフは100個ドロップしてるので、元気ドリンクはね3赤、一応ログインボーナスと交換抜いてなので、はい、3赤でね、また100個ドロップ目指して、3赤ね、5クオロチゲットまず目指したいなと思います。まあ今後はね、今後の前に、まずね、初日はドロップのね状況として、初日はねあのアクティブ多かったんで、倒してもらってねすごいゲットが多かったですね。まあ私の極オロチもね、あの1,2,3,4,4 はね、はい、倒しやすかったと思うので、はい、それもあるんですよ。まあ硬いでも、まあ極オロチでもね倒してもらってゲットが多かったんですけど、2日目はねなんか倒しきってゲット、いつもあのおはじきの時にも言うんですけど、なんかね倒しきってゲット、あの緑の画面多かったと思うんですけど、倒しきってゲットが多かったですね。なんでやっぱりね、基本的にはまあ無課金でねやる方については、基本的にまあお助けねできる機会があったら序盤はねもうお助けやって、自分のはねお助けがなかったら倒すでいいの、自分のはお助けるね人がいなかったら進めるっていう形でいいのかなと思います。でただね、いつものおはじきと違って、おはじきの時は昨日も言ったんですけど、同じ人をお助けしても全然落ちないんですけど、まあ、このプニットショットゴルフについては、同じ人を助けても同じ人から助けられても落ちるので、はい、まあ、どんどんねそういうこと気にせず、どんどんお助けしてっちゃっていいと思います。特にか、まあ、ゴクオロチのドロップ率がいいなっていうのもあるので、ゴクオロチの時はとにかく何でもいいから、まあね、5個ぐらい消費してもいいと思うので、とにかく何でもいいから手つけた方がいいのかなと思います。でそしてね、硬いについても割とねレベル低いとね落ちにくいのが傾向なんですけど、プニットショットゴルフで落ちるので、まあ、とにかくガンガンねお助けしに行っちゃっていいのかなと思いますね。はい、私のこれちょっと34でかなり進んじゃってるんですけど、まあこれはねレベル5をちょっと倒したくて調整してたら、極オロチが全然出てこなくてちょっとね進んじゃったんですが、まあはい、そんな感じで、まあそれでもね元気ドリンク落ちてますんで、はい、お助けね本来はしまくった方が良かったんですけど、はい、そんな感じですね。で6はねヒットポイントちょっと10万以上あるので、まあ特攻出てから倒そうかなと思ってます。なんでそうですね、まあできたら6も元気ドリンクなしでね突破しようかなと個人的に思ってます。であとは今回なので、いつもだといろんな人に助けてもらって助けた方がいいってやつなんですけど、今回はねそんなのあまり気にせず、とにかく倒すという形でいいと思います。で今後今35で8050かななってくるんですけど、今後ヒットポイント上がってくるんでね、いつも言ってますが、自分の3赤ね、サブ赤も含めて3赤、1人のフレンドさん友達になって8050ね、特攻なしだとちょっと1人で倒すの大変なんですけど、3赤あればね8050なら倒せると思うので、まあ、私の今の火力だとギリギリかな、8050だから今回やっぱなんか特攻早くゲットしたいなと思ってるんですけど、はい、3赤あると倒す機会増えますんで、まあね、できたら自分の3赤ね1人のフレンドさんとなるのいいのかなと思います。まあちょっとね硬いが、はい、後半1ポイント本当ね上がってくるんで、この辺ねお助け機会減ってくるんですが、そうやってね工夫してやるといいのかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしましょうかね。一応ね本当やっぱとどめを刺すが本当にいいので、とどめを刺すね残り本当ちょっとでもガンとやって、はい、ゲットするといいのかなと思います。そしてね3日目になったらガシャがねローテーション出てくると思うので、まあ今ね全体的なアップになってると思うんですけど、
あ、これジャンボだね。あの明日からね、多分 ZZ のどっちか海姫かアニバニアーサーのね、チョップになってくると思うので、まあ、ここからね少しずつあの特攻を増やしていって、特攻あるアカウントからね、攻略していこうかななんてね思ってますかね。はい。なんでまあちょっとね、まだね2日目なんでフレンドさんのねヒットポイントも低いと思うので、今のうちにね、なるべくお助けして元気ドリンクね、たくさん集めて3日でできたら30個はドロップさせたいかなと思っております。裏マップもね、取り巻きはね特攻なしで倒せるとは思うので、それをね、はい、ちょっとお助けしつつ研究していこうかなと思います。いつもね後回しにしちゃうんだけど、はい、今回ちょっと後回しにしないでやっていければなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。ちょっとねかなりいいペースで落ちてるので、100個ペースでね落ちてますんで、まあ、ぜひね特攻追加して無課金でね、このイベントもちょっと盛り上がってるんでね、このイベントねいつもよりね、はい、攻略したいなと思います。 G コインもねまた回したいですね。あのリツイート報酬ありがたかったですね、無料配布ね。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、はい、またお会いしましょう。さようなら。いや、3日で10個ドロップさせたいですね。いけそうだね。